WJBL10 から11レギュラーリーグ富士通対伝送とどろきアリーナ WJBL10 から11レギュラーリーグトヨタ対シャンソンマスダ育館 WJBL2010 から11は2010年10月8日から2011年3月まで日本各地で行われたバスケットボールリーグ今大会は直前に行われる二千十年女子バスケットボール世界選手権に 日本代表が出場するため2008から09以来2年ぶりとなる10月開幕となった。2010年の国際ルール改正に伴い、今シーズンから WJBL も新ルールを採用。W リーグは審判3人制。W1 リーグは審判2人制。WJBL10 から11レギュラーリーグは、トヨタ防食隊、三菱電機、秋田県立体育館。 WJBL10 から11レギュラーリーグ日本航空対富士通秋田県立体育館レギュラーリーグ順位プレイオフ WJBL10 から11プレイオフセミファイナルトヨタ対電装。代々木第二体育館 WJBL10 から11プレイオフセミファイナル富士通対 JX 代々木第二体育館セミファイナルファイナル最終順位 WJBL10 から11入り改善、三菱電機対日立ハイテク、代々木外に体育館。三菱電機、コアラーズは、次シーズン W リーグに昇格、日立ハイテククーガーズは、W1 リーグに広角ベスト5リーダーズベスト5、リーダーズ。ありがとうございます。